見ての通り、みんなの輪に入れない僕は壁の花さ。いや、花なんておこがましい。僕なんて雑草だ。壁の隙間から生えた雑草だよ。あのね、この服かい。せめて自信を持てればと思ってね。僕みたいな冴えない奴に着られるなんて服がかわいそうだ。いいと思います。アイリスさん、すいません。僕が卑屈なばっかりに空気を悪くしてしまって。お詫びに、歯ブラシの精霊として歯ブラシの歌を歌います。ネタはいつも受けてるのに、冴えなくて卑屈で、その上滑るなんて。ちょっと、にゃにゃにゃーん。僕はをつけたいんだ。自分が真っ当な人間じゃない化け物であるということに。それから自信をつけたい。タフな男になりたい。大切な人を守りたい。女の子と気軽に喋りたい。小粋なジョークで笑いを取りたい。華麗に踊れるようになりたい。シャー！つまり僕はヒーローになりたい。え？今ここで？ターン！ヒーローになるぞ！あたしに任せなさい！ついていけないな。というか、ついていきたくないよ。ちょっと！ないさ。冴えない自分を変えるには、これくらいやらないと、だよね。さあ、ついてきなさい。悩みって言われても、いろいろありすぎて。でも、強いて言うなら、自信をつけたい。あとは変身して魔獣になる能力、その使い道を見つけたい。にゃにゃにゃーん。そう簡単に言われても、僕は何をやってもダメだし、取り柄なんてないし。怖い。みんな怯えて逃げる。立ってるだけでいいなら僕でもできそうだ。変身！来ない。僕が役に立ってる。自信が湧いてきたぞ。なんで？どうして？
てる。それで？うん、困ってる人を助けたり、女の子から頼りにされたり、目の前にお手本がいた。君だ。爽やかで運動神経も抜群。それに引き換え僕と来たら、冴えなくてどんくさいダメなやつ。今日は君と一緒に行動させてくれ。君は汗一つかいてないんだから。やるじゃん。ああ、やっぱりもう無理だ。あっちゃん。力仕事は点でダメだ。僕は魔法工学部だから。いや、建築は専門外だけど。役に立たないどころか、期待を裏切るなんて、僕には無人島がお似合いだ。でも、無人島生活こそ力仕事が必要なのか、向いてないな。でも、変身したら大根干しタヌキたちが怖がるんじゃ。ことなら変身。やる。なんだか自信が湧いてきたぞ。嬉しいわ。いえ、僕はそんな。こんな綺麗な人の仕事を手伝ってしまった。明日は土砂降りの中で雨ざらしかな。やっほー。カフェでマスターにしっかり教え込まれましたから。マスターとはもう会えないのか。なんだか実感が湧かないな。マスター、どうして他に道はなかったの。あれがマスターの正義なの。正義か。ヒーローに憧れるだけで正義についてなんて考えてなかったよ。いや、正義以前の問題だな。みんなを守るどころか、自分一人救えない始末さ。あの、アイリスさん、すいません。空気を悪くしてしまって。お詫びに、歯ブラシの精霊として、歯ブラシジョークを披露します。あんた！つい先日の話、魔物の歯を磨いてやったら、
魔物が言ったんだ。その歯ブラシをくれるかい？この後、すぐ歯を磨かないといけないんだ。今磨いたばかりなのに、どうしてだい？って尋ねたら、目の前にディナーがあるからね。だってさ。これには僕も、恐怖で歯の根が合わなかったよ。まままなんてことだ。滑って空気をさらに悪くしてしまった。あのね、目の色まで冴えないってわけか。あんな綺麗な店員さんからお釣りを受け取ってしまった。しかも手が触れ合うなんて。店員さんに申し訳ない。お詫びにお釣りを返しに行くべきかな。ちょっと！すぐ顔に出てバレるなんて。卑屈になることすら向いてないのか。僕は強い。僕はヒーローだ。僕は強い。でも、ヒーローになれない。僕は。無人島に行く。この能力はいつか取り返しのつかない災いを生む。今だって君がいなかったらどうなってたか。そのうちマスターに会えるかもしれないな。自分のことばかりに気を取られて大切なことを見失っていた。ヒーローになるなら守る相手のことを第一に考えるべきなんだ。君の気持ちは暗闇のどん底であえぐ僕に差し伸べられた希望だった。くじけそうな誰かにとっての希望の光となる。僕はそんなヒーローになりたい。彼の光を思い出せ。僕はやれる。飛行島の着陸を待ってる暇はなさそうだな。ここは僕に任せてくれ。守るべきはみんなの命。力だけじゃない。気持ちで守る。変身！人がいる。
できるだけ村から離れつつ、平和を脅かす悪しき魔獣を海の底に沈め。大丈夫、正気を保ったままだ。気持ちをコントロールできてる。自信が湧いてきたぞ。さてと、ヒーローとして壊された建物の復旧に取り掛かるか。次までに練習しときなさいよ。